駆逐艦駆逐艦駆逐艦は19世紀末に出現した艦種である。元々の名前を水雷艇駆逐艦と呼び、水雷艇、を駆逐する艦種だった。第二次世界大戦までは魚雷を主兵装とし、駆逐艦隊は別名水雷戦隊と呼ばれていた。出現当初から第二次大戦の頃までは、軽巡洋艦より小型だが砲艦より大型で、高揚性があり、 軽装甲であるが高速で汎用性が高いといった位置づけだった。二十世紀後半から現代では、対艦ミサイルの発達によって、戦艦や巡洋艦といった大型の艦が過去のものとなった、あるいはなりつつある。その一方で、フリゲートやコルベット、ミサイル艇といったより小型の艦が存在感を増している。駆逐艦自身も五千トンから一万トンと過去の、 巡洋艦に匹敵する排水量となり、航空母艦や揚陸艦に次ぐ大型の軍艦となった。現代では外洋での行動力、一定の体艦、対空、対戦能力を兼ね備えた艦手として多くの任務を担っており、今日での海軍の主役の一つと言っても過言ではない。冷戦期には空母戦闘軍を構成する艦隊にて、 関西ヘリコプター搭載駆逐艦が標準となり、西側諸国が開発したアグスタウェストランドリンクスなどの対戦ヘリコプターは21世紀の各国海軍での標準装備となった。ロシア海軍では他国海軍での駆逐艦に相当する艦艇類別を艦隊水雷艇と呼称している。英語のディストロイヤーに相当するイストレビーテリという言葉はロシア語では 戦闘機を意味る。千八百六十年代より、フランスでは強力な武装を有する小型艦による攻撃力を重視した青年学派と呼ばれる海軍戦略が台頭していた。これを受けて、千八百八十一年、フランス共和国議会下院は、装甲戦艦の建造を中断する代わりに七十隻の水雷艇の建造予算を認可し、千八百八十六年には、 さらに100隻の水雷艇と14隻の高速巡洋艦が加わった。イギリス海軍にとって、これはフランス海軍が外洋での作戦は高速巡洋艦による通称破壊戦に、そして近海での作戦は敏少な水雷艇を重視するように切り替えたことを意味するように思われ。これに対応してイギリス海軍は、まず従来採用してきた大口径の前奏法に変えて、 より昇降系ではあるが、発射速度と追随性に優れた後装式の速射法の採用を決定した。これは、毎分12発という大発射速度と、当時の魚雷の最大有効射程だったよりも長い射程により、水雷艇をアウトレンジできる性能を求められており、1881年に要求性能が提示された後、1886年には、 民間からの調達が解禁されたのを受けて、同年にトールステン・ノルデンフェルトによる速射法の導入が決定され、翌年にはアームストロング社による革新的な速射法が発表された。並走のこれらの進化と並行して指揮官についても技術革新が進められていた。ヤーロー社のは1877年により水を管の中に流しながら加熱するという画期的な蒸気。 発生装置、水管ボイラー開発に着手しており、1887年にはとして実用化された。そして1892年、イギリス海軍ジョン・アーバス・ノット・フィッシャー提督は、ヤーロー社に対し、即射砲で武装し、主機関に水管ボイラーを採用した新しい種類の艦の建造契約を発注した。これに応じて、ヤーロー社は永久駆逐艦1894年、 240トン、27ノットを建造した。これは、水雷艇の劇場を主任務としており、当初は、水雷艇破壊艦、トーピードボートディストロイヤーと称され、間もなく単に駆逐艦、ディストロイヤーと称されるようになった。この後、十分な高揚性を持たないため近海でしか、使用できない、水雷艇に代わり、駆逐艦は、水雷艇の役目、魚雷攻撃も兼ねた。 汎用性の高い戦闘艦として進化を始める。日露戦争では両国とも300トンクラスの駆逐艦を所有していた。駆逐艦の任務は水雷艇の撃破からさらに発展し、大日本帝国の駆逐艦はもっぱら魚雷を使ってロシア艦隊を野襲する部隊として使われた。まずは海戦兵器等に旅順港に停泊していたロシア海軍への野襲。 旅順口攻撃が行われている。その後の旅巡航閉塞作戦でも、機雷不説、爽快などに従事した。また、日本海海戦の5月27日夜、大日本帝国海軍の水雷戦隊が昼間の戦闘で傷ついたロシア戦艦軍を攻撃した。定時戦法による主力艦同士の打撃も、去ることながら、この駆逐艦による攻撃が、 多くの戦艦を葬った。これは、秋山正幸の考えた七段下前の戦法の一部であり、駆逐艦の攻撃によって敵主力をそぎ落とし主力艦同士の戦いを有利に運ぶための策だった。この戦法は後に発展して、これに潜水艦も加えた前弦溶撃作戦となった。駆逐艦の重要性は増大し、主力艦に肉薄して攻撃を行うことが、 向上的に期待されるようになり、日本はこの戦い以降駆逐艦とその主兵器である、巨雷の強化に尽力するようになる。日本海軍は来たるべき海戦に備えて、神風型駆逐艦を建造したが、日本海海戦には間に合わなかった。対するロシア帝国は、ロト戦争で、世界最初の水雷艇、水雷カッターによる、奇襲作戦を成功させた国家だった。 ロシアはその後も水雷艇を重視しその発展に力を入れていて、水雷戦術の大化ステパン・マーカロフを生むこととなる。日露戦争では、太平洋艦隊及びバルチック艦隊所属の艦艇が、旅順口攻撃や日本海海戦で奮戦した。この頃の駆逐艦は、高速を武器に敵艦隊に肉迫して、魚雷攻撃を行い、 また逆に敵の高速艦の攻撃から味方の主力部隊を守る任務を重視されていた。このため高速と高揚性の要望から速力30、ノット、排水量を1000トン程度に大型化していた。第一次世界大戦ではドイツ帝国が通商破壊、無制限潜水艦作戦を行い、イギリスの通商路を脅かした。イギリスは対潜水艦船の主力として、 駆逐艦を大量に建造し使用した。この時、手薄となった地中海にイギリスの要請で派遣された日本海軍の第二特務艦隊も駆逐艦を中心とした編成で輸送船の護衛を行った。大戦船の初期は、機雷処分に用いるような総解作の先端に爆薬を設置して任意に起爆するというものだったが、やがて爆雷が発明されるにつれて、 駆逐艦にも装備されるようになっていく。この頃から駆逐艦の主要な任務に対戦作戦が加えられるようになる。対戦後しばらく各国は第一次対戦型駆逐艦の建造を続けていた。しかし1920年代になると主要国は新しい公用駆逐艦として1500トン以上で速力も35ノットの艦を建造し始めた。日本の徳型駆逐艦。 1850トン、38、ノット、12.7センチメートル砲6門、61センチメートル、魚雷発射艦9門は、その代表例である。他にも、トライバル級駆逐艦やポーター級駆逐艦があるが、中でもフランス海軍は、大型駆逐艦だけで船体を組む得意な戦略を、選択し、通称破壊艦と共に対応をかける戦力として、多く整備した。 その後ロンドン海軍軍縮会議などの発行に伴って駆逐艦の建造数と排水量は他の軍艦同様削減されることになる。この時期に建造された駆逐艦は条約型駆逐艦と呼ばれ駆逐艦保有数で英米に劣る日本海軍は個々の艦の性能を上げて対抗した。また600トンに満たない艦は条約の制限には関係なかったためにこれ以下の 排水量を持つ艦を建造し、水雷艇と称した。これには、日本海軍の千鳥型水雷艇やイタリア海軍のスピカ級水雷艇などが、あが、速度や武装から見て、ほとんど駆逐艦のごときものである。また、駆逐艦にはソナーが設置されるようになり、対戦策的能力が付与されることとなった。第二次世界大戦では、駆逐艦は、対空、対戦が、 主任務となった。このため、駆逐艦は手法を大空砲、または、両用、大空、対艦両用砲とし、多数の爆雷を搭載し、対空レーダーや対戦音響兵器が必需装備となった。大型対空レーダーを装備した駆逐艦をレーダーピケット艦と呼称し、早期警戒任務に当てていた。対戦中、アメリカ海軍は四クラス百四十隻の 艦隊が宅地区艦及び500隻を超える護衛駆逐艦を収益させ、ドイツ海軍の U ボートから戦団を守り、日本の航空機に対抗した。大量生産に適した設計がなされ、簡素な構造で設計された。日本海軍は日露戦争のような艦隊決戦を想定した艦艇を建造しており、排水量の割に砲撃力と雷撃力に優れた艦艇ではあったが、 建造に手間がかかった。また、重武装のためにトップヘビーとなり、復元性が悪い艦も多かった。戦争末期には大量損失を補うために、戦時急造型の駆逐艦、松型を建造した。太平洋戦争では、戦線を拡張しすぎた日本は、アメリカ軍の目を逃れて、南方諸島へ物資を送るために、高速の駆逐艦を利用した、下記、駆逐艦による、 輸送参照。駆逐艦同士の戦いでは、日本海軍が勝利を収めた例も多いが、駆逐艦での戦術的勝利が戦争の崇勢に関わることはなかった。また、航空母艦護衛用に、対空能力を重視した、空き付き方も建造されたが、最低限の来撃能力は残された。対戦末期には、レーダーと航空機の発達のために、 日本の駆逐艦の中には既存の砲塔を撤去し、機関砲などを増設する動きもあった。対戦後しばらくの間は、戦時中に大量建造された駆逐艦が大量に余剰となっており、新しい艦はほとんど作られなかった。その後に建造された駆逐艦は、潜水艦、航空機、ミサイルの進歩に対して、十分な対戦、対空能力を有することが求められ、 必然的に大型化していった。特にミサイルの発達によって、小型艦艇でも十分な威力の対艦兵器を装備できるようになり、一隻で対空対戦対艦の三役をこなすことが可能になった。こうした環境の変化は、大口径方向兵器や対弾装甲による直接防御攻防能力の主体とする水上戦闘艦の存在そのものを陳腐化させ、戦艦や大型、 重装甲の巡洋艦は消滅へと向かった。また魚雷発射艦の有無による区分も、フリゲートやコルベットが対潜水艦用の単魚雷を装備するようになると、共に駆逐艦も対水上艦用の重魚雷発射艦を搭載しなくなったため、意味をなさなくなった。それに代わって、ミサイルの装備の有無で駆逐艦とフリゲートを分ける場合もあったが、次第にフリゲートや コルベットもミサイルを装備するようになった。またフリゲートやコルベットが高速化する一方、駆逐艦の速度は30ノット程度で十分とされ、速度による区分もなくなった。結果として、現在の海軍では駆逐艦、フリゲートコルベットの区分は曖昧なものとなり、ある国の海軍で駆逐艦と称するものが他国の海軍のフリゲートより小型といった事例も見られる。 フランス海軍のようにすべての水上戦闘艦艇をフリゲートと称したり、後日の海上自衛隊のようにすべてをディストロイヤー、DD、DDH、DDG でと称する例もある。今日では駆逐艦は大排水量の汎用艦である。イージスシステムを搭載するアメリカ海軍のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦の満載排水量は8422トンに達し、 過去の日本海軍の古高型重巡洋艦並み、艦隊寸法では条約型重巡洋艦並みとなった。ズムールと旧ミサイル駆逐艦などはさらに大型化しており、近代戦艦の原型とされるロイヤルサブリン級に、筆的数一万四千七百九十七トンである。なお、海上自衛隊の汎用護衛艦である高波型や、気づき型、ミサイル護衛艦である混合型やタゴ型などは、 英語ではと呼ばれ、駆逐艦とみなされている。また、ソビエート連邦などの大型対戦艦なども、その装備や艦の規模から駆逐艦とみなされることがある。なお、ソ連では、大型対戦艦とは別に駆逐艦という艦種も定めており、ソ連崩壊前に計画された最後の駆逐艦は、ソブレメンの EQ で艦隊防空を任務とする西側でいう、ミサイル駆逐艦だった。 2005年以降多発している、ソマリア沖の海賊対策のために、2008年6月の国際連合憲章第7章に基づきアメリカ、合衆国、イギリス、ロシア連邦、日本などの各国が輸送船護衛や海賊監視のために、かける艦、フリゲートを派遣、ロケットランチャーや自動小銃で武装した海賊の小型手に反撃して、武力鎮圧するなど成果を上げている。 通常、物資の輸送には低速だが大量輸送が可能な輸送船を用いる。ただし、高速輸送が求められる際は、駆逐艦やその階層型による高速輸送艦による輸送も行われている。2> 第二次世界大戦時のドイツ国防軍は、ノルウェー侵攻を実施した際に、ノルウェー北部、ナルビクの早期攻略と入り組んだフィヨルドへの対処から、攻略部隊第一陣を、 駆逐艦に同乗させせて、なるくの戦を行わせた。太平洋戦争時の日本海軍では、制空権を持たない戦場、主に南方の島しょ部へ輸送を行うために駆逐艦を用いた。輸送船を用いて輸送を行うと、輸送量は多いものの、その機動性が悪く、速度も遅いため、輸送途中に敵機に発見、撃沈されてしまうためである。その点、 高速な駆逐艦を用いることにより、輸送途中に敵機に発見される可能性は減少した。ただし、駆逐艦は艦隊が細長く、大量の物資を運ぶことはできなかった。この輸送法は、ガダルカナル船とニューギーニア船で多用され、特にガダルカナル船では、陸軍が撤退するまでかなりの期間続けられた。方法としては、 日没後に敵対戦勝回帰策敵圏内に侵入し、あらかじめ示し合わせておいた海岸に接近、駆逐艦から補給物資を詰め込んだドラムカンナを海中に投入。あとは陸上部隊側が大発土艇や手こぎの集停を用いて回収を行う。そして出来得る限り、海陸際に敵基地や飛行場を砲撃し、夜間に敵勝回帰策敵圏外に脱出していた。 夜中に敵の目を盗んでこそこそ輸送することからこれを日本側はネズミ輸送と称したアメリカ軍はと呼んだ。しかし敵に遭遇した際には魚雷を発射するために物資を投棄するなど任務を果たせないこともあった一方駆逐艦の損害も大きかった。日本海軍は後に駆逐艦をベースにした伊藤輸送艦を生み出している。 アメリカ海軍も高速輸送のメリットを認めており、太平洋戦争以前よりその検討を行っていた。建造中の新鋭艦や収益済みの旧式艦などを改装した高速輸送艦多数を完成させ、人攻略船などに投入している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。